緑色のストッキングは、安倍工房の書き下ろし2曲、十四 k からなる。緑色のストッキングを偏愛する、中年男が、その下着フェティシズムを祭祀に知られ、自殺未遂し、食料危機研究の医者の実験台で、装飾人間となる物語。男の妻と医者との対立、彼らと装飾人間とのシュールな絡み合いが交差する、ブラックユーモアな展開の中、平和、 自由のイメージの緑色というシンボルが一人の人間を阻害し、飲み込んでいく様を描き、滑稽で異端な装飾人間がある瞬間から、非人間化した者たちの中で逆に指摘になり、人間性を回復してくる姿を浮き彫りにしていく。1974年10月15日に新庁舎より単行本刊行された。同年11月9日に、 田中国へ主演により木の国アホールで初演され、翌年1975年1月23日に第26回読売文学賞儀曲賞を受賞した。翻訳版はドナルド・キーン分けで行われている。緑色のストッキングは1955年に発表された短編小説盲聴をテレビドラマ化した幼聴人類をさらに儀曲化したものである。 また安倍はタイトルを緑色のストッキングか夢は荒野をにするか迷ったという原型の小説盲腸を書いた頃の発想について安倍工房は実際自身が戦後の飢餓状態だった時の経験である戦後満州からの引き上げ者だったことに言及しながら次のように語っているこちらは身寄りと言いますか田舎がある人だったらそこで最低限食べるという よりどころがあった人もいるわけですが、全くなかったために、金もなかったし、実際食えないという状態が、現実にあったことから発想したわけです。僕は、多少ひねくれている方ですから、自分がそういう経験したという形ではものを書くのは、嫌で、そういう形を取らないで、抽象文学だと言われたわけです。安倍工房、周辺飛行、第94回新潮社文化講演会。 緑色のストッキングについて、安倍は世間で話題の食料問題とテーマが重なり合ってはいるが、これはずーっと前から温めてきたものだと述べ、内容はブラックユーモアなどの滑稽でグロデスクなものを主体にした人間関係を裏返しに内臓を切り開くような構成だと解説している。そして草を食ってる人間が滑稽なだけでなく、ある瞬間からポエジーというか、 非人間化した人間の中で、かえって人間性を回復してくるとし、存在や形式が異端視されると、その人間がかわいそうなんだが、実は異端視している方が、他者に対する不寛容偏見につながってくると説明している。また、安倍は、装飾人間が2時間おきに腹からものすごい音を鳴らすことへの我々の嫌悪感や偏見を引き出すため、 芝居で実際に不快な音響を効果音に使用したとし、そこには一人の人間が他者に対して仲間として正当なものとして受け入れるか、あるいは異端として排斥するかというテーマが基本的にあり、それゆえに実際にガスが出る音が非常に重要なモーメントになるとしている。そして男のもう一つの阻害要素の下着泥棒について以下のように触れつつ、 はじめは意識していなかったストッキングと草を食うというバラバラのものが見えない設計図があったかのように書いていくうちにつながったとテーマについて語っているその人間がそういう手術を受けて草を食えるようになったしかしこれもやはり外れですそしてここでストッキングの緑と草なら草というものの緑緑というもので一つの統一シンボルをこしらえて 緑というと、平和であるとか、自由であるとか、そういうイメージができるわけです。その静けさ、平和、自由、そういう緑色というシンボルが一人の人間を、阻害して飲み込んでいくという構造を、芝居全体としてはとっているわけです。その中に、下着に対する異常な愛着であるとか、草を食うということから派生する2時間を機に、猛烈なガスを噴出するという、 悲しむべき事態、こういうことで人間が、つまり、怪物として、人間の中から阻害されていく部分、そこをテーマにしたわけです。安倍工房、周辺飛行、第94回新庁舎文化講演会、下に泥棒癖が妻と息子にバレて、自殺をしようとした男が、 ある病院のベッドで目が覚めると医者とその上司から藁や草だけ食べて生きてゆける草食人間になるための実験台になってくれと言われた。半ば強引にセルロース分解可能な腸の手術を施された男はその報酬に受け取る金を病院から家族に仕送りをした。男の息子が父親のいる病院を婚約者と一緒に突き止め非常を口から訪ねてきた。 息子は手土産に父親の盗んだ愛着の緑色のストッキングを父に渡した。それは元は息子の婚約者のものだった。男はそれを聞いてびっくりしたが、お気に入りのそのストッキングに頬ずりしたり自分で片方履いてみて喜んだ。息子たちが一旦帰った後、突然男の腹が激しくなり出し大きな放棄をした。助手によるとそれは 装飾人間になった証であり、その学体のような蝶の音は2時間おきぐらいになると言う。男はたじろいだが、女子は医者が世間に成功を発表するときは、とりあえず新しい人生に満足しているふりをして、置いてほしいと依頼した。服を着替え、男が逃げ出そうとすると、非常口から息子のノックの音と、入り口からは医者や助手が食事を持ってやってくる気配がし、 男は天井裏に隠れた。男が消えた部屋で医者たちと男の家族が退治した。もうご主人は人類の進歩的な存在だという医者に対し、夫を連れ戻しに来た妻は、夫は相変わらず下着好きで草が食べられるようになったくらいじゃ、どこも変わっていなくて少しほっとしたと反論した。そこへ突然天井から、 蝶のメドーンがして、男が緑色のストッキングを投げ落とし、全員出て行ってくれと叫んだ。だが、初の草の食事に立ち会いたい医者も、男の妻も去ろうとしない。便意と尿意を催した男は、助手に捨てた下着コレクションをトランクに回収させ、非常口の鍵をかけさせ、逆に誰も部屋から出て行かないようにし、天井から降りてきた。男が、 ついたての陰で小弁をしている間に、部屋がインタビューフィルムを撮るためにセットされ、男の食事の模様が記録され始めた。異様な食事風景を皆が見守る中、砂糖きびと麦わらと杉材くずで作ったパンの咀嚼に苦労する男の顎を冷やして解放する妻とは、対照的に医者は装飾人間にいいイメージを与えようとした。心細い男は、 誰か自分の後に続いてくれる、意思表示をしてくれる人を求めたが、誰も積極的に次の手術に名乗るものもない。そのうち何かと助手に背中をさすられる婚約者に、嫉妬した息子が、やっぱり次に続くのは女がいいと提案し、父親に誰がいいかを聞いた。妻はその時夫の虚勢手術を医者に頼み、夫にも同意を求めた。 男は急に咀嚼を止めて、辛そうな上目遣いで見回しゆっくりと息子の婚約者を指さした。怯える婚約者と戸惑う妻に、ストッキングだよ。あの、緑色の、あんなのが、また手に入ったら、と、男はつぶやいた。そして突然鳴り出した腹を押さえながら、ついたての影に駆け込んだ。なかなか戻ってこないので、息子がついたての影を覗き込むと、男はそこにいなかった。 天井にも部屋のどこからも男は消えていた。ふと息子が壁に映っている草原の風景を見ると、原っぱの中へ走って逃げてゆく父親らしき一点を見つけた。医者はゆっくりと近づいて、そこを覗き込むと、いきなりスリッパを叩きつけ、虫だよ、虫。つまらない、ただの虫けら。と言った。一同はじっと、その壁の上のシミを見つめ続ける。緑色のストッキングは、 読売文学将棋曲賞を受賞するなど、同時代表は高い評価をされた作品で、ドナルド・キーンも輝かしい成功作だと表し、幕が上がる前からなる効果音は、装飾人間が主人公のこの儀曲に最もふさわしい音楽だと述べ、主人公が下着泥棒だと家族に見抜かれてしまうところを実によくできた場面としている。またドナルド・キーンは、 登場人物たちに名前が付けられていないのは必ずしも普遍性を狙っているというわけでなく、それが芝居に必要のないものと安倍が捉え、個人の悲劇よりも社会ないし地球の悲劇や喜劇に最も深い関心を寄せていると解説している。ありがとうございます。